はい、どうぞ。目がチカチカするよ。東京都政は広瀬さん、増添さんという2人の知事の時代に、残念ながら政治と金という、まあ、よくある話ですけれども、なぜか2代続けてお金の問題で、任期を全うすることができなかったという、こういう事態があります。そのことによって東京都政が大変な混乱に陥ったということは皆さんご存知の通りですけれども、そのことについてやはり私はちゃんと受け止めて、どこに問題があって、私がもし、まあ、あの対案にして皆さんに選んでいただいて、その任に当たることになったときは、何に気をつけなければいけないのか、何を心に留めておけなきゃいけないのかということについて、まずお話をしたいと思います。あの多分市民の声を集めると、そういうふうに集めると一番大事なことだと思いますから、ね、あのぜひ、そのですね、まあ、あの宇都宮健二さんとかね、それからあの上杉隆さんもこうこれから出られますけどね、それぞれ立派な候補者でいらっしゃいますから、まあ、そういう方々とね、政策もいろいろお話になっていけばですね、きっとあの市民の声が一つになるという形ができるんじゃないかというふうに思いますから、あ、ぜひあのそういう形でですね、まあ、これからの、まあ、告示日までも時間があるし、ということで、一つに声が結集できればというふうに思っておりますので、ご検討をお願いしております。ありがとうございます。政策についてはまだこれからということですので、昨日あの記者クラブで、都庁の記者クラブで配布したあの私たちの政策のペーパーと、まあ、チラシができているんですよ、まあ、それをお渡しをしました。それからあの、まあ、私がどういう対応を取るかということについては、あの、まあ、まあ選対のメンバーもあります。あのそれから、まあ、多くの方が納得する形でですね、あの対応を、決定したいというようなことをお伝えして、まあ、今日どうするかという話は一切してないです。政策論争を訴えた宇都宮さんと、政策論争を訴えた宇都宮さんの立場が異なると思うんですけれども、うんうん、だから本当はですね、まあ、このリミットどのくらいあるか分かりませんけど、明日までにですね、そういうできるだけ開かれた場でお話ができればいいなと思ってます。ただこの後 TBS の方には私も出るんですけど、 TBS の方には出られるということですね。小林さんはまだあの政策をちゃんと固めていないということなんですけれども、宇都宮さんの方で固めた政策というのもお渡しされたということで、今後もしかしたらその政策顧問のような形で協力に回る可能性などもありますか？いや、それも含めてあの選挙を準備した仲間とあの議論して、自分の対応は決めたいと思っています。それから私の対応自体があの、まあ、今日、ま、メディアで、まあ、冒頭を取ってもらったんですけど、密室でですね、物事を決めたくないんですね。だから第一は選対のメンバーですけど、私はもう昨日記者クラブで記者会見やってますから、私の考え方は多くの都民に伝わったと思ってますから、都民の皆さんにも納得してもらえるような決断をする必要があるかなと思います。鳥越さんからまだそういった要請みたいなものは来ていないですか？来らないです。